愛知県立高田高等学校は愛知県ぬかた郡高田町大事高力あざ上山にある公立高等学校三河二郡 B グループに属する高田町北西部に位置する町内唯一の高等学校1951年はず郡豊坂村に開校した愛知県立鎌郡高等学校豊坂分校を前身とし 1972年に普通科と家政科を併設した高等学校として開校した。戦後、はずぐ豊坂村の村長を中心とする有識者により高等学校の分校設置が提唱された。当時、分校は一軍一校の原則があり、はずぐには愛知県立西尾高等学校吉田分校があったため、開校は不可能と考えられたが、 愛知県への陳情が功を奏し開校が許可された。1951年4月、昼間定時性農業化、家政化を設置した愛知県立鎌郡高等学校豊坂分校が開校した。豊坂中学校の教室を曲がりし、1学級10人のスタートだったが、同年に校舎が完成し、翌年から生徒数を徐々に増やしていった。 1954年には、豊坂,坂村と、高田町が合併したことから、愛知県立蒲郡高等学校高田文校に、改称した。一方、高校進学志願者の増加を背景に、1968年に、高田町、岡崎市、蒲郡市、西尾市の自治体が高等学校の新設を、愛知県へ陳情した。 1970年、高田町への高等学校新設が決定した。1971年、高知が決定し、高田文校で全日制火星科の募集を開始した。一方で、高田文校は同年に定時制の募集を停止した。当初は全日制火星科の女子校として開校する予定だったが、地元の意向により普通科も設置されることとなった。 同年8月14日、帰校式が取り行われ、3月23日に帰校時が観光した。1972年4月5日、入学式を行い、新入学の1年生の普通科90人、火星科90人と蒲郡校・高田分校から転籍した火星科2年生の90人を合わせた270人が入学した。1学年普通科2学級、 火星化に学級でのスタートだった。1973年、2期工事が完工し、同年4月から普通科3学級となった。さらに翌年には普通科6学級となり、3期工事が完工した。1983年には、普通科8学級とした。1991年、普通科が1学級減るが、翌年から再び8学級となる。 1995年、普通科が9学級となり、家政科が生活情報科に改変して1学級となった。1996年、1998年と、それぞれ普通科1学級ずつ減り、普通科8学級となった。2004年には、生活情報科が募集を停止して普通科内に、情報活用コース1学級を新設し、1学年7学級となる。 2007年には、1学年7学級となった。高田調子683ページ、高田調子684ページ、ABC 高田調子687ページ、高田調子686ページ、AB カス外交に、理数コース県立公改編東海商業は、東海クスノキ課税解明中日新聞、2021年7月11日、閲覧。書道。 文芸部は、俳句甲子園の常連になっている。ありがとうございます。